今日のビデオでは、Bluetooth ワイヤレスヘッドフォンがどのように機能するかを見ていきます。充電するには、ヘッドフォンを中に入れた状態で、マイクロ USB ケーブルをボックスの背面に接続します。ボックスのボタンをクリックしてランプが点灯する様子を確認します。これは充電中であることを意味します。接続するには2つの方法があります。1つだけ接続して電話で話すか、2つを接続して音楽を聴くかです。最初のオプションでは、ライトが点灯するまで電源ボタンを押す必要があります。一旦電源が入ると、私たちは私たちの電話の Bluetooth オプションに行き、そしてデバイスがうまくいったら、私たちはそれを接続しました。光が消えるまで消します。2番目のオプションでは、2つのヘッドフォンを同時にオンにして、ライトが点灯するまで2つのボタンを同時に押します。それらのうちの1つのボタンに素早く連続して2回押してベアリングします。私たちはそれらのうちの1つが光を保つのを見るでしょう。他方でそれは消えます。これはそれらが正しくマッチしたということです。私たちは私たちの電話の Bluetooth に戻って新しい装置を探してそれを接続します。私はあなたがそれを好きで、あなたの友人とそれを共有して、そして私たちのチャンネルを購読することを願っています。